鈴木淳は日本のアナウンサー。東京都文京区出身。立教高等学校、立教大学社会学部卒業。身長170センチメートル。血液型大型。趣味はパソコン、スキーバダイビング、スキー、ヨット、ラジコン、モデルロケット、ギター、スターウォッチングであり。パソコンでは熱狂的なマックユーザーであり、関連イベント等では、 司会を務めたこともある。スキーでは SAJ2 級の腕前。スキューバダイビングでは100本以上の経験がある。ギターではアメリカンフォークバンドでベースを担当している。モデルロケットでは指導講師の資格を持つ。親父ギャグが好き。立教高等学校の同級生にはルーオシバがいる。フォーク歌手を経て1976年4月 TBS に アナウンサー16期生として入社。熱狂的な谷山広子ファン。当日券を買って都内のライブに駆けつけたこともある。彼女のコンサートでは感想を兼ねたアンケート用紙が配布されるのが恒例となっているが、この時に提出した感想が彼女のウェブサイトに載ったこともある。1994年10月3日早朝に生放送された。 TBS の新社屋への移転を記念しての特番において新社屋上空のヘリコプターからコールサイン、出力、周波数のアナウンスを行った際に音声出力 50kW とアナウンスするという NG を出してしまい後日オールスター赤面申告ハプニング大賞において大ハプニング大賞を受賞したことがあるかつてはヒゲを蓄えていた キャンディーズのファンでもあり、公式イベントやコピーバンドのライブなどにも頻繁に足を運ぶ。中期ない限り TBS テレビいずれも TBS ラジオ。ありがとうございます。